これから日本の一般的なナプキンとエンジェルシークレットというナプキンの違いを説明します。エンジェルシークレットには3種類あって、この緑のものがパンティーライナーです。30個入りです。この青いものが昼用のナプキンで10個入りです。紫のパッケージは夜用で8個入りです。パッケージはお菓子みたいな感じで可愛いですよね。蓋はアルミでできていて、1回開けてもシールになっているので、こうやって閉じることができます。なので何回開けたり閉めたりしても清潔に保つことができます。日本のものはだいたい開けたらそのまま蓋はできないですよね。ちなみにエンジェルシークレットは JM インターナショナルという会社が作っています。ちょっとこれを見てみましょう。これがエンジェルシークレットです。こっちが日本のナプキンです。ちょっと開けてみましょうかね。厚さがこれぐらい違います。とっても薄いです。日本のナプキンはこんな感じで、ちょっとのりが強いですね。こんな感じです。エンジェルシークレットは肌に優しいのりを使っていて、ちょっとこっちに比べると弱いですが、肌触りがとってもいいです。こっちはすごくすべすべですね。こっちはちょっとゴワッとしています。ではここに今から水を垂らしてみて、どれぐらい吸うか実験してみましょう。50ミリ水を入れます。生理の時、女性は1日にこれぐらいの量を出血すると言われています。こっちにも入れます。これでしばらく置いて、どれぐらい吸水するか見てみましょう。このティッシュを置いてどうなるか見てみましょうか。こっちとこっち、タップします。日本のナプキンはこんな感じでびしょびしょです。エンジェルシークレットはほとんど乾いています。全然水がつきません。あなたはこの濡れているのと乾いているのとどっちが好きですか？私たちのデリケートゾーンのトラブルの多くはナプキンの質にも関係があると言われているんですよ。こっちのエンジェルシークレットの中にはマイナスイオンのコアが入っています。あと素材はコットンでできているので、とっても肌に優しいです。こんな感じですね。全部オーガニックな素材でできています。日本の多くのナプキンは化学繊維でできていると言われています。こんな感じでちょっと硬い生地ですね。じゃあこれを水の中に入れて、どうなるか実験してみましょう。エンジェルシークレットはコットンでできているので、どんどん水に溶けていくんです。
てどうなるか見てみましょう。エンジェルシークレットの吸収剤はとっても強力で、こんな感じでどんどん水を吸います。日本のナプキンにも吸収剤は入ってるんですけど、全然固まっていきません。こちらはこんな感じでほとんど水が出てきません。ここにまだ水を足してもどんどん吸収します。全然水が出てきません。こっちは全然固まりませんね。エンジェルシークレットはこの日本のものと比べてとっても通気性が良くて、肌荒れなども防いでくれます。ちなみにこのマイナス4コアは他のものにも使われていて、このパンティーライナーは緑ではなくて白いコアが入っています。このマイナス4コアの効果は生理時の匂いを取ってくれたり、抗菌作用の他にホルモンバランスを整えたり、生理痛を和らげるという効果もあります。皆さんもエンジェルシークレットを使ってみませんか？